はっはっは、今日も調子良さそうだな兄弟よ。今回の勝負もいただくだぜ。これ新たな兄弟のお出ましかい。皆さんこんにちは、提督です。霊夢です。マリサです。フランだよ。さてさて今回は、まず初めて1週間の時に、ダリア3人に怒られた時の動画を、ダイジェストでお送りします。いやー、これは大変だったね。どうしたらいいか、全くわからなかったな。3人もいると、ジョージバリア状態なんだよね。いつ攻撃していいのかもわからず、手も足も出なかったわ。味方もどうしていいか迷っているみたいよ。それにこの頃は、まだザリアを自分で使ったことがなかったので、ザリアの特徴も何も知らなかったんだ。ザリアのバリアって、どういう性能なの？耐久力の最大値は200よ。ただ、ディーバのウルトのように、一発で大きなダメージが出るものは、200を超えても1回だけ耐えられるわ。バリアに攻撃受けると、ザリア自身の攻撃力が上昇するのよね。そうだね。バリアが受けたダメージの、4分の1のパーセンテージだけ上昇する。例えば40ダメージを受けた場合は、攻撃力が 10% 上昇するんだな。うん。そして、1回で上昇する最大値は、200の4分の1である 50% よ。あ、この場面、実は突進で抜けられたのよ。いろんな方向からコンザリ焼かれたな。ザリア姉さん怖い。そして絶望のウルトね。いやー、マジどうすんだろこれ。ザリアが複数いると、こんなに厄介なんだと思い知らされた試合だったわね。まあ、提督の動きも、全然ぎこちないけどな。そうね、まだ暴れ慣れていない感じだわ。ここで蘇生が来るか。今だったら、ここでファイアストライクを一発入れてから突進かます場面ね。ファイアストライクの時点で、二人倒せていたのにね。ということで、ザリア姉さんがトラウマになった試合でした。しかも色違いというのが憎いな。試合は本編に移ります。お、シャボン玉が綺麗だな。同じシルエットが普通見える気がするな。疲れているのかな？いやいや、分身の術でしょ。源氏でしょうか？いいえ誰でも。AC。定義不明な上にザリアが5人もいるじゃないの。さらに穴がついてきているわ。おまけ付きなんだな。しかし、5人も出てくるとは。わあ、綺麗。花火だ花火だ。こりゃたまらん。強引にラインを押し上げていこう。しかしバリアに阻まれ。シュンコロ。は、吐かないわ。ラインを上げること自体が難しいな。あ、あのザリア、ポーズ取ってるぞ。あったまってきた。提督が怒った。しかし怒ってもどうにもならない。さすが提督ね。じゃあ、禁断の技を出すか。とうとうやってしまうのね。バスエモン登場。説明しよう。バスエモンとは究極にして思考。ゴリラ姉さんを野生に返すための最終兵器なのだ。ゴリラ姉さんちゃうちゃう。もう、バリアの上から撃っちゃうもんね。え、そんなことしたら攻撃力上がっちゃうんじゃ。いや、どうせ死ぬから関係ないし。バッシュ撃つ、ザリア死ぬ、これ自然の掟だ。そうなの？見よ、ザリアが豆腐のようだ。ここで一つ大きな訂正があります。バスティオンのデータが違っていた原因がわかりました。秒間300ダメージではなく、450ダメージが正しかったです。申し訳ありませんでした。その前に、ザリアのグレネード弾のダメージは47であっていました。次の短い動画をご覧ください。これは自爆ダメージで確認したところです。まずファラは、爆発ダメージが80で、自爆ではその半分の40ダメージが入るわ。同じく、ジャンクラットも爆発80ダメージだから、自爆は40ダメージね。で、ザリアの自爆は、1発目は23ダメージで、2発目は24ダメージになる。最後は、上に打って、距離減衰がないことを確認したものよ。うん、23だね。つまり、これは 23.5 ダメージが2発で、47ダメージあるってことを示しているわ。で、カスタムゲームで、コンピューターザリアに撃ってもらったことで気がついたんだ。何を気がついたの？なんと、コンピューターザリアのダメージは47じゃなかったんだ。で、それから各難易度で調べたところ、EG で9、ノーマルで18、ハードで37と、全部47より小さかったの。ということはつまり、カスタムゲームのコンピューターって、対人戦よりダメージを低く設定してあったんだ。コンピューターのハードって、ノーマルよりかなり強く感じていたけど、エイムが正確になることだけが原因だと、ずっと思っていたわ。ハードのエイムは、まさにチートクラスなんだけど、威力もノーマルより上がっていたのよ。しかも、この威力減少はヒーローによって違っていて、ザリアは、ハードの場合、実際の約4分の3なのに対し、バスティオンは3分の2だったんだ。これは練習場では、正確な値が測定できて、弾一発は威力10ではなく15であることが確認できたわ。秒間30発撃つことは分かっているので、
よって、秒間450ダメージということになる。あれ？今のシルエットはゲンジじゃない？こっちがバスティオン祭りになったので、ゲンジが出てきたんだな。ということで、バスティオンの間違ったデータを出してしまい、申し訳ありませんでした。紹介していただいたデータによると、セントリーモードの距離減衰は35メートルからね。35メートルまで一発15ダメージだったのが、40メートルで 9.5 まで落ちるので、かなり急速な減衰になるようだね。前に確認した動画でも、1個下がるごとに1ずつダメージが下がっていったわね。35メートルって、どのくらいの距離なのかわからないな。実戦だと、花村の初めの A 拠点あるよね。A 拠点の中のところから、門のところまでがだいたい35メートルくらいなのよ。どうしてそう思うの？トールビョーンのタレットが射程40メートルなんだけど、前に、タレットを門の外の、2階になっている部分に設置した敵がいてね。どの動画だったかわからなくなったので、静止画で紹介するわ。あの2階に置いたタレットの射程が、ちょうど A 拠点のラインまでだったのね。その距離が40メートルなんだ。だから、門前から A 拠点までがだいたい35メートルになるのね。よし、だいぶ押し込めたな。さすがに発売2ヶ月経って、こっちも全員3桁レベルだからね。ザリアはバリアごと、バスチで撃ち抜いてしまうのが、今のセオリーだよ。ゲンジが何人か出てきたみたいだな。構成を確認したところ、敵はザリア2人、ゲンジが3人と穴になったわ。対してこちらは、バスチ4と、メインマーシーだ。相手も対応してきたわね。ここでもう一度構成を確認してみると、ゲンジ4に、ザリアと穴になったわ。これはもらったね。大ゲンジといえばゴリさんの仕事だ。こうやってどんどんヒーローを変えていくのが、このゲームの戦い方なのね。最終的に、こちらはバスチ1にウィンストンさん、あとメイにマーシーになるわ。それに相手も少し対応して、ゲンジに、ザリアさん、穴になったな。ゲンジの2人がザリアに戻したのね。ゴリさんにザリアって、そこまで有利ではないよな。味方にゲンジがいる場合、敵のゴリさんが出てくるのを読んで、リーパーやロードホップ、リーバなどのショットガン持ちを出しておくのも一つの手よ。昔は近距離最強はマクリーだったので、ショットガン組は出しにくかったんだが、今は、ゲンジにショットガンを組み合わせるディフェンスで、かなりゴリさんを抑え込めるようになったと思う。つまり、敵はザリアに戻すのではなく、ブーちゃんやリーパーに変えればよかったのね。おっと、ここで名物アナウルとゲンジが来た。しかし、すでにゴリさんが3人出てきていたので、瞬殺だったわ。すでに対応済みだったのね。そうだね。常に、こっちのチームの対応が早かったんだ。このゲーム、ヒーローごとの相性が、個人の実力以上に差が出るので、少なくとも半分くらいのヒーローは、練習しておいた方がいいと思うわ。実は、私もゴリさんの習熟度は高くないんだが、ゲンジへのカウンターや、高影響襲ができる程度には使えるようにしてある。つまり、何もない時に出せるほどは、習熟していないのね。ちなみに、毎日数試合、カスタムゲームで苦手ヒーローの練習をしているわ。ということで、2ヶ月間持っていた。複数ザリアに対する苦手意識を払拭することができたんだ。相手がちゃんと対応できない場合には、複数ザリアはとても強いのね。ただし、ザリアは移動系のアビリティを持っていないので、バリアの上から撃ってくるバスチに、滅法弱い。0.5 秒、持たないもんな。この方、冷静にこの歯返しを避けているわ。今の一瞬で、62% も削ってる。しかし、ここはマーシーに投票ね。うん、実はこのチーム、初め回復役がいなかったんだ。私はハルトだったので、誰かに回復役をやってくれるようお願いした。すると彼、または彼女がやってくれたのよね。活躍云々ではなく、その存在自体が MVP に値すると思うな。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。またね。